夢の果てですよね。いろいろ見ました。ツイッターとか、他の考察者さんの、やつとか、このチャンネルでよく言うんですけど、表情に関する考察って、それをそう捉える人もいれば、そう捉えられない人もいるみたいなね、ダダンの、涙のシーンとか、で、あと、ローの意味深な表情とか、その辺があり、で、ミスリードを、あえて誘うみたいなね、小田先生のこの表情に関しては手法もあったりするんで、ここがね、なかなか確定はしにくいんじゃないかっていうね、夢の果て。今、この段階で全員の表情に納得できる答えを出しなさいって言って、例えば、小田先生が考えてる正解をここで出したとしても、誰かの表情と、いや、そう考えるとここ矛盾になんないみたいなね、矛盾してるっていうことをいくらでも言うことができちゃう段階みたいなね、なんかそんな感じはあるんですが、ただ、今までの夢の果てよりは少しは考えやすくはなりつつあると。で、それを精査していきつつ、今後の考える材料にしていきたいと。で、この夢の果てってそもそも何なんだというと、ロジャーとルフィの同じ言葉というね、考察会ではもう長年考察されてきた。だから最終回とか、海賊王になった後に、ルフィが叶えたい夢なんで、もうそのまま最終回を示唆する言葉というかね、最終回に直結するワンピースっていう物語、ストーリーはどうやって終わるのかみたいな、その最後の最後の考察になるんでね、小田先生もね、そんな簡単には予想させない部分というか、めちゃめちゃ大きなどんでん返しがあっても、おかしくないみたいなね、難しい考察であったと。で、王道となっていたのが、もう皆さんご存知、大宴会説ですよね。これを改めて振り返っておきたいと。で、これの可能性はどうなのかっていうね。いろいろ根拠あるんですけど、とにかく海賊王ゴールド・ロジャーと、ルフィが共に宴会好きっていうところで、あとはエースの技にね、大宴会宴帝とかっていうのがあったり。で、あとこれとかも結構強いよね。小田先生が読売新聞のインタビューで、人が死ぬ場面を描きたくないのは、戦いの後に、宴を描きたいからと。誰かが死ぬと楽しい宴はできない。最後は大宴会で終わりたいと。この発言がかなり大宴会説をね、後押しする根拠になってるんじゃないでしょうかと。この世界中を巻き込む巨大な戦いね、ワンピースを見つけたものが世界をひっくり返して、巨大な戦いの、先導者になるみたいなね、白ひげの予言もありましたが、これがほぼ確定、している以上、戦いの後は宴会で終わりたいっていう小田先生の発言をね、そのまま使うのであれば、もうどっちみち夢の果てが大宴会じゃなくても大宴会をやるだろうっていうね、それもそこまで確定してると思うんで、これが、夢の果てになってるのはかなり王道というかね。ただ、私もよく言いますけど、ここにはね、ちょっと、違和感みたいなのもあり、ロジャーが、白ひげとおでんに伝えた時にね、その夢の果てを。白ひげが何言ってんだろう、じゃあガキでもある名詞というね、言葉があるんで、ガキと宴会が、果たして結びつくんであろうかという違和感があったんですが、結びつかなくはないぐらいだったんですよね、今まではね。その言葉を聞いた時のリアクションがなんか4人ぐらいしかいなかったんでね、エース、サボ、白ひげ、おでんというね。私的にはもうその4人の時点で、違和感あるんだろうって思ってたんですけど、その答えこそ明かされなかったですけど、ヒントが投下されていったと。全員ヒントにもなるっちゃなるんですけどね。ただ大きなヒントといえば、シャンクスが涙を流して笑ってたという部分。で、私的にはこのナミさんですよね。ナミさんがなんかしかめっ面で、って言ってるみたいなね。若干引いてるというかね。で、その次のページでは、あんたらしいけどというね、言葉もありますので、これも結構なヒントかなというね。ルフィらしいことでね。で、チョッパー、目を輝かせてわーってなっている。で、ウソップも、いや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 、みたいなね。そんなことできるわけねえだろっていう言葉がありますので、実現不可能なこととか、その辺がかなり強調されているというかね。で、海賊王になったら、できるかもしれねえじゃんみたいなね。なんか確定はしてないけど、海賊王になるってことは、それもなんか叶えやすいと思わねえみたいな、なんかちょっとふわっとした感じではあるんだよね。で、この海賊王になるっていう真の意味みたいなのを、多分ルフィはこの時点で知らないはずなんで、ロジャーの言葉をそのまま受けて海賊になりたいと思ってるとかね。あと子供の時に海賊王になるって思って、それの夢の果てみたいなね。そこも結構なヒントになるかなというね。割とくだらない夢の気がする。私は、夢の果ては、ね、世界中を巻き込む大運動会っていうことを言ってるんですけど、これもどうなのか。だからこれを否定することはできないはずなんですよね、多分。大運動会っていて、まあ、ブルックが面白すぎます、それって言ってくれるのとかも若干とかね。で、別にできなくはなさそうみたいなね。いろいろこう、表情だけで考察すると、まあさすがに、どんな説も多分否定はできると思うんだけど、表情だけで夢の果てを、例えば考察しましょうと。表情だけで。で言うと、シャンクスが笑ってたとか、このナミさんとかもヒントだと思うんだよね。ナミさんってどういうキャラクターかっていうと、まあお金にうるさいとか、みかんが一番好きで、その次がお金みたいなキャラクターだと思うんですけど、そんなことのために使うのっていうね、なんかそんな感じの表情、もったいなすぎない？そんなことのために使うのみたいなね。なんかこう、そんな雰囲気もあるし、ただあんたらしいけどって言ってるから、だから、まあ私がワンピースの正体を考察するときにこう大事にしてるのが、第100話扉への、まあ伝説は始まったと、第1000話の扉へ、麦わらのルフィか。これが同じ構図で、笑うどくろがあって、金貨ブワーって出て、麦わらの一味全員集合しててっていうところで言うと、ルフィやっぱ肉持って肉食ってんだよね。その財宝を、まあ身につけてるやつとかも、ナミさんとか特にね、王冠身につけたり、パール身につけたりって、ジャラジャラつけてるんですけど、ルフィとかゾロとかは、そのね、金銀財宝に目もくれずというかね、それで言うとやっぱり肉関連とかね、なんかそっち系、なんか行ったりすんのかなとか、表情だけで予想するとね、まあちょっとここも考えがいがある。なんかこう、確定したわけではないんで、ちょっとヒントが増えたんでっていうところで言うと、まあそんな感じなのかな。あとこう気になるのがこの夢の果てを語ってる時に、最初にサニー号の顔がドンってアップされるっていうね、まるで仲間の一人であるかのようにね。これもクラガウターマンも宿ってるでいいような気がしてんすよね。サニー号にはね。で、レッドをね、まだご覧になってない方もいるかもしれませんけど、レッドの最後の方にもね、そのシーンいるっていう、夢の世界ではサニーはなんかサニー君になってする中で、戻ってきてもその話せるかどうかみたいなのをルフィが確かめるみたいなのもね、まあ映画は映画でパラレルだと言われたらそれまでですが、それも含め、今回のこの描写も含め、クラガウターマンはもう、宿ってると考えていいんじゃないでしょうかというね。初考察です。ネットで言われている3個の古代兵器の見た目がエネルのスペース大作戦ですでに載っている壁画のシーンの説、私押します。16の伸びた太陽のようなものがウラヌスです。夢の果ては世界中誰でも自由に美味しいものを食べれる的なことだと思っています。いや、これもね、考察界隈ではかなり、まあ昔から言われている、まあ壁画はまだこれからも回収されていくでしょうしね、かなり謎めいた絵が描かれていっていると。なんか海洋類っぽい絵もあったりする。それがポセイドンじゃないか。ウラヌスは麦わら帽子だよね。ちょっと壁画、改めて壁画をどっかで振り返って、まあ今の知識、ニカがいて、ジョイボーイがあって、イム様がおそらくウラヌスを所持していそうみたいなね。この辺の最善の知識を持って、もう一回月の壁画を紐解くみたいなのは、もしかしたらやってもいいかもしれないな。何を暗示しているのかというか、その辺はちょっとやってみようか。参考になるな、これ。こんばんは、もっち先生、初スパチャですと。渦巻きに関してですが、悪魔の実や100話などの他に、ナレーションなどの吹き出しにも使われているのは何か関係ありますか？ナレーションの吹き出しの枠か。いや、だから渦巻き重要ですよだよね。まず単純に多分。で、それが悪魔の実の模様でもあるし、サンジの眉毛でもあるし、ニカの眉毛もぐるっとなってた、遺伝子的なとこなのか。で、第100話、第1000話と、そのさっき言った175話だけが渦巻き。これ多分全部調べても多分その3つだけだと思うんだよな。そのワンピースのロゴの O が渦巻きになっている回って。だから渦巻き重要説。で、あれでしょ？ワンピースのさ、第1巻のさ、そう、第1巻あって表紙をめくって、で、2ページ目みたいなさ、小田栄一郎ってなってて、まあ、ルフィの絵がある。まあ、これが意味深なのよね。ここも渦巻きあるんだよね。ルフィがちょっとこう、なんつうか、デフォルメされた童話みたいなこう、絵のタッチなんですけど、そのルフィが乗っている船の船首に、羽の生えた神様チックな、なんかゴムゴムの実食べてんじゃねみたいな神様が映ってて、で、そいつのこれ、手かな？ちょっとわかりづらいところであるんですが、胴体があってぐるんってなってんだよね。渦巻き状にね。小田先生がまだ隠してるものというか、悪魔の実の真実とか、ルナーリア族の真実とか、血統因子関連のこととか、設定の根幹なんだけど、そこにこの渦巻きが関わってきてる、それをずっと前から示してきましたよっていうとこだと思うんだよね、この渦巻きに関しては。要注目ってことだよ。ルフィの船出の船も、ルフィの船出の船 ?1 話のなんか小船でしょそうかそうか。木でできてるのもこう渦巻いてるようにもなってる。うん。渦巻きには注目していきましょうと。